小山田敬吾です。障害者いじめて雑誌で散々侮辱してと言われてます。オリンピック招致は石原の慎太郎ですよね。慎太郎は水俣病は抗議文を書く IQ あるの？慎太郎は重度障害者って人格があるの？って、そんなとんでもない人。慎太郎の息子のノブテルは麻生と二人で障害者の安楽死言ってるよね。オリンポ市の知事小池百合だけど、ゴリゴリの人種差別だよね。関東大震災の朝鮮人虐殺事件、歴史真実じゃないって言っちゃうくらいだからね。日本会議の選挙用プロパガンダなんだけど、オリンピック都市の知事がこれじゃねえ。